おはようございます日賀ですで11月20日水曜日の朝です。スタンディングを開始して247日となりました。天気は曇りです。嬉しいニュースがあります。令和新選組を応援する創価学会関係者がまた1人増えて合計人 309人となりましたおめでとうございますパチ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 それではコメントを紹介しますあけみさんからですこれは2ヶ月ぐらい前にボス活した時のことですが訪問先で出てきてくれたおばあちゃんが私が デイは新選組のポスターを持っているのを見て、うちはそうかだから晴れないのよ。でも応援してるからって、本当に申し訳なさそうに言ってくれました。嘘ではないと感じました。ポスター掲状はできなかったけど、すごく嬉しい時事でした。コメントありがとうございます。 心より感謝申し上げます。明美さん、ボス活、本当にお疲れ様です。これが、令和新選組がなぜ3議席から9議席3倍になることができたか。それは、明美さんのように、コツコツボス活をやっている。 ボランティア仲間が全国各地にいるからなんですよ。で、は新選組は公明党のように宗教団体があるわけでもない、自民党のように企業がバックにあるわけでもない、立憲や共産党のように労働組合がバックにあるわけでもないんです。では、どうしてここまで3倍の奇跡、 休憩席まで伸びることができたのか。それは、あけみさんのように、コツコツボスカツをやっているボランティア仲間がいるからなんです。やる気が湧いてきました。私、今日の247日目の朝のスタンディング、無事終了することができました。やってやろう。頑張ろうと。 やる気が湧いてきました。頑張っていきます